東京慈恵会医科大学は1881年に高木兼弘先生によって設立された医学校です。高木先生の理念は病気を見ずして病人を見ようという患者中心の医療を唱えたイギリスの医療で有名な先生でいらっしゃいます。病気を見ずして病人を見ようというのはですね、単にですね疾患とかあるいは治療診断とか捉えるのではなくですね、心もケアするというのが私どもの医療の最大の特徴だというふうに思っています。レジデントの先生方は新しい専門医制度が始まりまして、それぞれ各講座がですね機関プログラムを有しておりまして、そのもとにレジデントの研修、3年間あるいは4年間行われるわけですけども、慈恵医大は4つの大学病院がございます。新橋にある東京慈恵会医科大学附属病院、俗に言う本院といいますけども、附属病院はですねこれは高度先進医療難病とか、そういうものを中心に扱っている病院です。葛飾医療センターは救急医療を基軸にした大学病院です。第三病院はコモンディジーといいますか比較的一般臨床をですね扱っている病院で、葛飾病院は地域の中核病院ですので、ある程度一般的な病気もありますけど、その地域の高度な医療も担っているという性格を持っています。プラス各講座が関連病院を有していますので、非常にそのプログラムの中にいろいろなですね修練施設がですね勉強できる施設が含まれているわけです。したがって、一般臨床から高度医療、そしてコモンディジーズからレアディジーズ、そして都市型医療から地域医療、いろんな非常に多様に富んだプログラム、患者さんを見れるですねプログラムを有しているというふうに私は思っております。慈恵医大の理念に賛同していただいて、そして日々の患者さんに寄り添った医療から課題を見つけて、そこから研究を発展させていく、もちろんその中で日々臨床をやっていく中で明らかに診断がつかない患者さん、あるいは治療をしてもなかなか思うような結果が出ない患者さん、これに関してはその課題をなんとか解決しようとする強い意志を持っていただきたいというふうに思っています。いわゆるアカデミックフィジシャンという言葉がありますけども、やはり単なる臨床医ではなくて学問的バックグラウンドを持った臨床医を育てるのが私の最大の熱い思いです。